ここは月や惑星の表面の地形であるとか、あるいは日の当たり方なんかを模擬していろいろな試験ができるようになっています。へえ、いやなんか全然世界が変わりましたね。一気に月来ましたね。 月ですね。全く別の空気感で、私今月にいるんだって感じしちゃいます。ここは宇宙探査フィールドという実験施設。月や惑星の表面に近いケイ砂と呼ばれる細かい砂を敷き詰め、探査ローバーなどの走行実験を行う場所です。砂を汚さないために防護服を装着して入らせてもらいました。いいんですか？うわ、第一歩。あ、月に降り立ちました。わ、ふかふかしてる。ふかふかというかこう砂場ですね。結構足もしっかり取られますね。ここでマラソンしたらすごい疲れそう。実はスリムは小さなロボットも2つほど搭載をしています。ロボット、どんなロボットですか？あそこに実はロボットが用意をしてあります。え、あれロボットですか？結構なんかちっちゃいですね。これロボットなんですか？はい。あ、なんかこう付属品なのかなって思ったんですけど何かの。あ、違うんですね。スリムに搭載する2つのロボット、レブ1、レブ2です。スリムが月に着陸する直前に放出します。果たしてどんなロボットなのか、まずはレブ1を開発担当の大月正嗣さんに解説していただきます。月面に到達した後、行きたいところに行って探査するロボットになります。で、その移動方法が非常に特徴的なところがありまして、どういうものだと思いますか？でも車輪とかもついてないからぷかぷか浮いて、上がプロペラみたいになってて回転しながら飛んで動くんじゃないですかね。ドローンみたいな。ああ、ドローンのイメージです。正解はですね、はい、跳躍移動、つまり、はあ、飛び跳ねて移動します。ぴょんぴょん飛ぶってことですか？そうです。どういうこと？ぴょんと跳ねて移動するというロボット、レブ1。跳ねる前にまずはこの角張った車輪を回転させて、飛びたい方向に向きを変えます。そして、さあ準備ができたようですね。では井上さん、はい、最後コマンドを打っていただけますか？いいんですか？はい、お願いします。井上さん、ロボットへ飛べとコマンドを入力。レブ1、行きます。あ、動いた。いや、びっくりしました。井上さんにびっくりしました、はい、なんかすごい弾けるような音しましたね。そうですね、この辺ですね。ここからそこまで、ここ、はい、50センチぐらい。50センチ。地球上ではこの程度なんですけど、月ではこの6倍飛ぶことになりますので、だいたい3メートルぐらいこう跳躍をしながら移動する。結構ですね、3メートル。そうですね。なんでこの飛び方にしたんですか？ロボットが小型になればなるほど、相手となる石といった障害物は大きくなってます。そうしますと乗り越える能力が非常に厳しくなってくるんですが、惑星の表面は地球よりほぼ必ず重力が低いですので、ジャンプするというのはその重力分だけ多く飛びますので、非常に有効な移動手段だというふうに考えています。このレブ1は着陸地点の硬さや温度などを計測するセンサーを内蔵し、地球にデータを送るミッションを行うそうです。続いてこの小さなレブ2、どんなロボットなんでしょうか？なんかボールみたいでうわーんって投げちゃいそうな小ささですね。はい、このレブ2というロボットはソラキューという愛称がついていまして、はい、実はおもちゃのノウハウが詰まったロボットなんです。おもちゃですか？はい。この直径わずか8センチのレブ2、実は玩具メーカーなどと共同開発された探査ロボットなんです。
ここにおもちゃのノウハウが詰まっているとか。レベツ、いきます。わーびっくりした、びっくりした、開いた、変形しましたね。卵が割れたみたいな。確かになんかこういうおもちゃありそうですね、はい、このロボットは動くんですか。はい、動かしてみます。3、はい、2、1、スタート。おーおーおー、動いた。生き物みたい。すごいすごいすごい、ちゃんと砂かいてますね、はい、車輪を独立に動かすことで旋回することもできます。へえ、結構細かい動きできるんですね。はい、小回り効くんだ。小型着陸実証機であるスリムにロボットを搭載するにはなるべく小さくする必要がありました。そこで変形するおもちゃのノウハウを生かすことで小型化を可能にしたのです。さらにカメラも搭載。スマートフォンのカメラと同じセンサーを使い、小型で消費電力を抑えながら高性能な撮影が可能だそう。スリムが着陸した後にカメラでそのスリム本体とその周辺状況の撮影します、はい、その画像をレブワン経由で地上に送るというミッションです。じゃあその月のカメラマンみたいな役割ですね。はい、その通りです。スリムは月のどのあたりに降りるのか、はい、地球儀ならぬ月球儀を持ってきました。おー、初めて見ます、月球儀。なんかいろんな名前ついてるんですね。この中のどこに降りるんですか。うん、はい、今スリムが着陸しようとしている場所は、はい、この三木の海というところがあるんですけれども、その隣ぐらいのところに降りるということを今計画をしています。はあ、実はスリムがこの場所を選んだのは特別なあるものが存在しているからなんです。そのあるものとは。月ってこうクレーターがボコボコ凹凸があるのをご存知かと思いますけども、そういったクレーターを作る時の作用で中のものが外に露出したマントルと言われる物質、そういった場所がいくつかあることが分かっています。その中の一箇所を着陸地点と決めてそこに行っていただくと。月はどうやってできたのか。有力な説では過去に大きな天体が地球に衝突、その破片が集まって月となったと言われています。月の大部分を占めるマントルの組成を調べると月が地球の破片でできたかどうかの手がかりが得られます。そこでスリムがピンポイント着陸するのはこれまでの探査でマントルが飛び出していると考えられている場所。特殊なカメラを使ってその成分を分析し、月がどのようにしてできたのか解き明かそうというのです。月の起源が明らかになる日も近いのかもしれません。